時々話になるが、あなたはお酒でも何でも依存症ではありません。私も違います。そういう人たちは何も他に楽しみがないんだ。そして親にでも彼女にでも何にでも依存する。そういう人たちを何回も見てきた。そして酒の飲み方が違う。それはそういうふうに飲まなければ自分というものが出せないし楽しくないわけだ。楽しくないという人がいくら飲んだって楽しいわけがない。私も依存症的に言う人いますが、私何やっても楽しいんだ。別に絵描こうが字描こうが俳句描こうがドラマ見ようが別になくたって生きていける。そういう意味でいけば私たちはまず問題がない。昔そういう時があったのかもしれないけれど、そういうふうに自分を捉えてしまうとまたそれが自分の嫌なところになり、依存している自分というものが悲しいものになる。親、そして食べるもの、米、酒、なんだって依存といえば依存なんだ。まして米などなかったら生きていけないんだ、日本人は。しかし食べることに対するとても問題なように言うが、世の中は米というのはとても大切な食べ物であり、もう何百年とこれで生きてきたものが突然なくなったら、それはもうなんていうか精神的にはおかしくなるでしょうね。なんだって依存といえば依存なんだ。薬だって依存といえば依存だし、病院自体も依存だし、もういろいろ言い出したらキリがないが、別になくても生きていける、そしてそれで楽しい生活ができるというところに目をつけてみれば、何にも病院なんか行かなくたって薬なんか飲まなくたって生きていけるんだったら生きていけばいいんだ。そういう意味で最近そういう薬だのなんだか変なコカインだのなんだの問題になっているが、そんなもの使わなくたって人生は楽しいですよ。まあ酒でも飲んでちょっと絵でも描いてみたり、夫婦でいろいろ話をしてみたり、たまにはどっかに出かけてみたり、そういうことでいいんではないかと思うの。何でもかんでも依存症依存症っていうのはね、かえっておかしな話なんだ。依存できるものがあるなら依存でもしたいですよ。でも大したもの何にもないでしょ。米食ったってなんだって依存だって言うんだったから、はあ、な話ないでしょ。とても立派な食べ物だ、米というのは。しかもほとんど完全食ですからね。
その完全食に卵かけて食べたらもう何の問題もないわけだ。まして納豆かけたり、それがもう完全食なんだ。日本人にとってはね、外人にとってはちょっと違うだろう。チーズ食べたりなんだらかんだらいろいろ食べるけれども、日本人は米だけで生きてきたんだから。しかも田舎からいっぱい米が来る。卵なんか安いもんだし、納豆だって安いもんだ。あれで私たちは今生活している。だから他のことはいろいろ言うかもしれないけれど、日本人がいいと思ってやってることは堂々とやったらいいんだ。酒だってみんな晩酌ぐらいする。あなたは全然そういうのがないよ。2合ぐらい飲むともうひっくり返って寝てますよ。私は笑っちゃうけどね。そんなに飲まないで、なんだか飲んべずらしていろいろ言うけど。まず、そういう問題はうちにはない。私にもない。あったらとっくに何か問題を起こしていますね。そういうことがない以上、まず大丈夫。まあ、体はちょっと悪くなるけれども、そりゃしょうがないね。無駄なものを飲んだり食べたりしてるわけだから。でもまだ44歳、あと50年生きるんだ。生きるということは大変なことなんだ。だからそれを楽しみに、そして楽しく、そしておいしいもの食べて飲んで、そうしていきましょうよ。早く亡くなっちゃった人なんて本当はね、楽しんでないんだ。あの人たちはね、40にもなる前にみんな、早く亡くなった人なんてね、酒も大して飲みもしない。おいしいものも食べてもいない。なんだか難しいことをむにゃ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 言いながら、本も出してもいない。子供もあんまり面倒も見てない。なんとかやっと結婚はしたかもしれないけれども、それは悲しいことだ。だから今から44歳、今から生きていく。あと40年50年は軽く生きる時代が来たんだ。やっと来たんだから。昔は60ぐらいでみんなどんな人でも亡くなっていたから、ガンだのボケだのなかった。今からはそういうのも問題になるんだが、自分の介護の仕事していたから大概は頭に入っているでしょう。しかも、あなたがボケたら私が見ます。私は150歳まで生きます。心配しないで生きていこう。